化した1 dvd 型ののリナックスディストリビューションの1つであるバックトラックリナックスの歴史は、ワピックスまで遡る。ナピックス派生版、ナピックス系統樹ワピックスはナピックス派生 HCD、リナックスである。レッドハットをもじった、ブラックハット、さらに、それらをもじった、ホワイトハットを冠していることからわかるように、ワピックスは、ホワイトサイドのセキュリティ関連。 つまりは、ペネトレーションテスト目的の 1CDLinux であり、同分野の中ではかなり古い部類に入る。日本では、ハッカージャパンなどのように、コンピュータ雑誌にも取り上げられており、この分野ではよく知られるものである。スラックス派生版2005年7月、Wapix は3.0をリリースする際に、スラックスを母体として、Wax という名前に変更されている。他方、 オーディターセキュリティコレクションは NAPIX 派生の 1CD Linux であり、オーディターからわかるようにこちらもペネトレーションテスト目的のものである。オーディターというメニューの下にセキュリティ関連のツールを階層的に設けることでペネトレーションテストツールを整理した形でユーザーに提供している。こうしたいわゆる競合関係にある一 c d リナックスペネトレーションテスト目的の ディストリビューション二つが融合する形で出来上がったものがバックトラックである。初期は 1CD であった。バックトラックリナックス4ベーターが登場する段階で CD サイズに収まらなくなったため 1DVD 化されている。なお、バックトラックリナックス4ベーターからは ubuntu 8.10を母体としている。2013年3月。 バックトラックリナックスから後継版の仮リナックスが派生した。上述の通りペネトレーションテストを目的としたものである。突起すべき機能や特徴としては以下のようなものが挙げられる。以下は4.0ベータのメニュー構成である。デビアン系当時デビアンテスト版の派生品一覧に掲載。ありがとうございます。